せーの、解説するけん。ちっちゃいな。いや、これ前やってないやってない。どんな感じか分かんなかったです。もう一回行くよ。解説するけんさ。いっせーので。解説するけん。はい、ストップ。俺、これ、和樹からもうボールが出たら、1対1やったから、打とうって決めてたんですけど、でも、ね、かわしきってシュート打つ難しいから、相手がまた開くのを待って打とうというイメージでここまで走ってた。自分はボール奪って、リッキ君が左にランニングして、それにディフェンスが釣られたんで、でソネ君のとこが空いて、でそれでソネ君のとこを出そうと思って出しました。はい。はい、ストップ。これはもうコースがね良かったですね。でもまたとにかくもうまたと思ってボール運んだからうまく抜けて良かったです。はい、そんな感じです。相手がまた開くタイミングっていうのはシュート打つ前に見えるもんなんですか？そうっすね。開いてくれと思って本当に何やろ、見えたっていうよりも開くやろなーって感じで打ちました。でもね、優しいボールやったからね、運んでこう相手見る余裕もあったんで、また通った。入らんと思ったんですけど、ポスト当たった時内側に弾いてくれてよかった。はい、よかったです。気持ちよかったです。和樹さん、ラストパスなんか意識したこととか心がけたこととかありますか？まあ、外に流れないようにだけ意識して、優しいボールっていうのを意識して出しました。はい。練習でも結構この2人でパス初めてパスもらいました。初めてです。初めてパスもらいました、ね。でもね、あの守備の俺ボールで何？あ、違う、守備でボール奪った瞬間にパッて顔上げたらたまたま和樹があったんで、まあ、よく拾ってくれたなと思います。いや、ナイスでしたね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、頑張ります。いいボールだ、松田。うまく決めました。難しいヘディングシュートでしたが先制点、愛媛2試合連続ゴール。めちゃくちゃいいボールやな。首でしょ。いくで、ここから。あ、もうストップで、うん、もうストップ。健太さんがちょっと回すか。はい、ちょっとここからもうそれ。健太さんがボール持ってる時点でもう来るなって、ストップ、ストップ。で、健太さんがボール持ってる時点で結構呼んでて、呼んでるっていうか、まあ練習の時からこれを意識してて。これフリーキックなの？違う？どっちでしたっけ？分からない。レフリーここにいるってことは？ああ、そうですね。そうや、多分フリーキックなの、うん。で、まあうまくボールが来て、で、流せる。10分以上はハイプレス。これストップじゃん。ここストップじゃん。ストップで。ストップやな。いや、素晴らしい。胸からの頭。なかなかないですけどね。なかなかないな。こうですけど。普通、前にトラップするけど、なんか、球遊びしてた。球遊びしてましたね。まずボールを収めようっていう意識で、コントロールして、うまく右足のとこ止めれたんで、で、流した。止められた時にストップです。でもリックがもう呼んでるの分かったんで、これはもう、まあ、前世との感覚も残ってたんで。そうだね。これ俺はもうモテがこの収めた瞬間にディフェンスがもうめちゃくちゃボール持っちゃうんこれ、はい、だからもう俺絶対こいつの後ろ走ったらもうモテやったらここに合わせてくれるなと思ったから、自分たちから。でこの、まあ、めちゃくちゃいいボールでストップ。まあ、めちゃくちゃピンポイントでいいボール来たんですけど、まあ、このボール来た瞬間に、まあ、僕はキーパーあんまり見えてなかったんで、しっかり枠に飛ばしてコース狙って打つっていう感じで、はい、まあ、思った以上に、うん、いいとこ行った感じ、はい、入るみたいな感じでファーに多分
打ってたら多分入っ体的にさ流れて多分枠の外行くやんこれ、はいはいはい、けどやっぱニアに打つことによってこういう回転で入っていくからまああえてニアの方に打ちました。ボールだ松田、まあ、めちゃくちゃいいとこ行った。うまく決めました。難しいヘディングシュートでした。先制点愛媛2試合前の試合からもうずっと表からいいボール上がってたから下がりながらのヘディングシュートでしたが会心の笑顔。こういうボールね、こういうアバウトなボール、最高、大好物。まずは先制しました。前節の時あの、ボール蹴ったらそこに力さんがいたっていう感じだったと思うんですけど、今回はボール蹴る前にも、見えてましたね、逆にその力くんのアクションで、そこのゾーンに流し上げるって感じだな、ピンポイントじゃなくて、スペースに上げるっていう、多分意識してたと思うから。まあ、そこにこううまく蹴れただけやな、ね、ヘディングをこっちのサイドに決めるのってコツあるんですか。相手のニアサイドにあんまり首振らないです。首思いっきり振っちゃうとこっちに流れちゃうんですよ。けどこういう眉間で見るみたいな感じでそっちの方に流せば大体いいところにいます。まあミスって正面行くこともあるんですけど、まあ、それがめちゃくちゃいいコース行ったのが良かったです。もう完全にゴールデンコンビとなりつつありますけれども、はい、次節もこの2人です、はい、得点量産です。頑張ります、はい、頑張ります。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。